さんこんばんは。休みなしのトレミファちびくろ散歩。ピアノ教室はピアノ調達。ピアノの基本をしっかり学べる場でもあります。ゆっくり練習すれば必ずできるようになるのである。ないない。子供たちも疲れているときは、一緒にお絵描きや一緒に楽しく学ぶことも大切になってきます。子供たちの能力をきちんと見極めて、この子は少し疲れているわね。少し休んだらどう？皆さん、体調管理にもきちんと気遣ってくださる。良い言葉がきをしてあげることはとっても大きな励みになると思います。プレリュードとは前奏曲という意味です。今日も休みなしのドレミファチビクロサンボドビューシーをお届けいたします。Thank you.
人はとってもハッピーな毎日を送ることができるんです。何か一つ折り紙やお歌でもいいと思います。好きなことを見つけて打ち込める人はとっても幸せだと思います。先生も毎日毎日いろんな曲を練習していますが、できなかったことができるから人は達成感を味わうために努力を重ねます。何かに打ち込むことができるということは、本当は人は幸せなんです。何か好きなことを見つけて、かくれんぼでも鬼ごっこでもいないいないパー、楽しく遊ぶことも大切になってきます。お花作りが好きな人、家庭菜園が趣味な方、みんなそれぞれ得意分野を持っておられます。その方たちをきちんと尊重してリスペクトしてあげましょう。尊敬とはリスペクトという意味です。誰でも好きなことをのびのびやってみることは、とってもその人にとって幸せにつながるからです。毎日少しずつ自分のできることを楽しくやってみることで、いつか道は開けます。読譜が苦手、平音記号が苦手なあなたも、そんな心配は一切ご無用です。先生がしっかりちゃんと平音記号の位置、スラ、スタッカート、レガート、マルカート、いろんな奏法に手首の使い方、脱力も大切になってきます。先生の的確なアドバイスを聞くことでピアノ上達にも身につきます。何か打ち込めるもの、折り紙でもいいんです、ダンスでもいいんです。あ、えらやっちゃ、えらやっちゃ、よい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 、でも何でもいいんです。お絵描きの好きな子もとっても素晴らしいと思います。絵の上手な子、折り紙が好きな子、人によって好きなことや個性や能力は違って当たり前なんです。ちゃんと個人の持っているものをちゃんと褒めてリスペクトしてあげましょう。先生も休みなくいろんな曲を練習していますが、誰でも 100% 完璧ではありません。少しずつ休みながら練習すれば必ず自信になる。先生に褒められて、とっても子どもたちも上手に嬉しく感じてくれていると思います。それではまた。